オーグマザラムダ星は、オーグマザの構成で三等星。3.45等と三等星と四等星の境の明るさで、コジシ座との境界近くにある。スペクトル分類では準拠星とされているが、中心核での水素核融合の終わりが近づいている、主系列星の段階であり、準拠星になるには、あと1億年程度を要すると考えられている。 構成大気中にユーロピウムなどの気取り元素や亜鉛が多く逆にカルシウムが少なくなっている。これは秒速4 8トルとこのクラスの構成としては時点速度が遅く重力と中心角からの放射のバランスが通常の構成と異なることによるものとされる。かた有名のタニアボレアリスはアラビア語で2番目の足跡を意味するある。 カフザ・アルサニアという言葉に由来する。これは、もともと、ラムダ星とミュウ星のペアに付けられていた名前で、イオタ星とカッパ星のペア、ミュウ星特裁星のペアとともに、ガゼルの足跡という意味のコホザート・アルジーベという、アラビアのアステリズムの一部であった。ラムダ星には、ラテン語で、北を意味する、ボリアレスが、ミュウ星には、南を意味するオーストラリスが付けられている。 2016年7月20日、国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループはタニア・ボリアレスをオーグマザ・ラムダ製の固有名として正式に承認した。ありがとうございます。